ハモの無賃乗車。皆さんこんにちは、トミックです。過去に何回かハモをさばいたことあるんですけど、ハモってさばくの難しいと思いますか？簡単だと思いますか？そうなんです、さばくの自体は簡単なんですよ。だけども骨がめっちゃあるね。ということで、ハモっていうのは骨切りっていうものをやらなきゃいけないんですよ。その骨切りがとにかくめんどくさい、そして難しいんですよ。ハモの骨切りの修行だけで10年とか言われてますからね。難しいと。しかしハモを食いたい。それでね、俺はいろいろなさばき方を過去でやってきた。今回俺は思いついたわけですよ。骨切りができないんだったらスライサーでスライスしちゃえばいいんだ、ということで買ってきました。ハモー、結構太いね今回のハモね。うわ、この牙に噛まれたら痛えんだろうな。ハモでございます。ハモですよ、ハモ。じゃあ、うわ、やばい、あ、やばい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 、あ、やばいやばいやばい、カメラの見えないところでやばいやばいって、これはやば、これ今のやばくない？カメラのないところで暴れないでくれよと俺は思ったわけですよ。死ぬかと思った。もうここにもうこんな感じで来ててさ、おいやめてくれって思ったけど、カメラで映ってないんですよね。もうこういうトラブルがあるんで、極力一般の方は自宅でハモをさばかないようにしましょう。特に実家暮らしの方、お母さんに怒られるんで気をつけましょう。ということで今回はですね、このスライサーを使っていくわけなんですが、そもそもハモってさばくの自体は本当に簡単なのよ。で、そこから骨切りという工程をしなきゃいけない。それだったらもうそのままハモをスライサーにかけてしまうと、骨切りせずに薄いハモの身ができるわけ。それをハモしゃぶしちゃえばめちゃめちゃうまいんじゃないかと。過去にやったうなぎとかはもう揚げじゃないですか。違う、ハモしゃぶですよ。しゃぶしゃぶはもう反則じゃない。まずはハモを締めて冷凍にします。冷凍にした方がスライサーめっちゃ切れんねん。本前に学んだことなんで、まず締めます。今回もね、神経締めをしたいと思います。ハモがね、結構神経締めがまあ簡単ということで、締めるのが怖いよっていう人は尻尾からの神経締めをおすすめします。まずは尻尾ですね。尻尾の部分をまずちょっと切ります。尻尾からだと難しいな。うわーうわーうわー、やれ、トラブルはつきもんなんでね、まあお気になさらずに。あ、ちっちゃいかもしんない。ちょっと頭から入れてみようか。頭を切るときは背骨をね、断ち切るんですよ。ここのヒレの上あたりをもうガツンと一撃で切ってあげると綺麗に締まりますと。こんな感じでね、はい、締めた後歯もめっちゃ噛んでくるんで気をつけましょう。上の神経の上のところの針金を入れて締めてあげると。本当はなんかこう腹の穴から入れてやるとなんかこう上手い人はやるんですけど、俺は無理なんで、こっから入れます。上の穴見えますか？ここですよ。頭からだったら通るんだよな。ほら、でこうやって入れてあげると、ほら、これでもう体は何しても動かないと。頭から入れる方がやっぱ確実っちゃ確実なんだけど、やっぱりほら噛まれると怖いみたいな人もいるからね。で、ちなみに頭の方に神経の針を入れてあげると、ビクンビクンと震えますよと。これで神経締めが完了と。歯も頭を落としてあります。これ噛むぞ噛むぞ、指入れてたら噛まれるやつやで。歯もは頭を取るまでが勝負。結構生命力あるんで皆さんも、気をつけてください。こうやってね、内臓がベロンと取れますと。内臓と頭取っちゃえば、もうこっちのほら見て、噛むよまだ、ほら噛まないかな、さすがに頭神経入れたんで、ほら噛まないか、さすがに、うん、噛むね。ちなみにここが心臓で、まだ心臓が動いてる、わかりますか？ほら、腹から切ってあげて残った内臓をかき出してあげます。で、本来俺は背開きが好きなんで、お腹切らないんですけど、まあ、今回はスライサーにかけるんで、まあ、腹開いてもいいかなと。ブリンブリンだったのこういう理由なんですね。めっちゃ卵詰まってる、ほら。血合いもついでに取り出しましょう。これね、取り出すのと取り出さない全然違うからね。
めっちゃ綺麗に撮れたほらすごくない？めっちゃ綺麗。まあこれでもう怖いものないっしょ。ここまで来たらスライサーにかけたいので、このまっすぐした状態のまま冷凍します。こうやって3等分にしてあげると結構凍らせやすいんじゃないですか。牛タンの時結構甘かったんですよね、凍らす方が。なんで今回もがっつりと凍らせたいと思います。ビニール袋に入れてこのまま冷凍庫で、まあ2、3時間ぐらいでカチンコチンになるでしょう。LINE スタンプ第2弾好評配信中、チャリティー T シャツもよろしくね。凍りました。これいけるっしょさすがに。ほら見て、ほらいくよ。ちょっと音悪いな。ほらほらカチコチいけるよこれ。これからこのスライサーでハモをスライス、スライス、スイッチオン。もうちょっと短くすればよかった。届かない。縦でやって削れたらこっち側にやろう。 OK いくよ。おおおお、凍らせるとすごいスムーズ。切った時はすっげー薄く綺麗に切れたの。だけどこの横にした瞬間骨気になるんじゃないかな、ちょっと怖いんすよ。これ骨だねこれは骨せんべいにできるでしょう。わかる？これは骨せんべい用の。これでハモしゃぶやってみよう。スライスしたこのハモの縦切りの部分、縦切りのね、この身だけ今回ちょっとしゃぶしゃぶしたいと思います。おーい、おーしゃぶしゃぶ。あ、すごいことなってる身がすげえことなってる。すごっ。でもすごい美味しそうじゃない？ハモしゃぶの出来上がり。ポン酢をね、かけました。上に横に切った一番薄そうなやつも上に乗っけてます。意外と豚しゃぶっぽい感じになってて、ちょっと美味しそうだね。じゃあいただきます。細かい骨は全然気にならないんだけど、真ん中の骨やったじゃん、あれだけちょっと気になるけど、梅干しのタレとかチキンのこの端っこの部分をガリガリ食べる人だったら全然いける。全然美味しい。これ大丈夫かな骨。あー横に入ってるからこれスライス意味ないね。横のスライスは意味ない。やっぱ縦だね。横のスライスはちゃんとガッツリと骨がね出ちゃってるから、横スライスは向いてない。よかった横スライスにしなくて。真ん中の骨気になるけど全然食えるね。揚げてもよかったかな。普通に骨切りで失敗した時のよりかは全然食べれる。美味しい。皆さんスライサー買ったら一回騙されたと思ってやってみて。うまいから。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。めっちゃキモい。どこら辺が？いや、いつもの変な編集のやつ。1から10段階でキモさレベルどれくらい？ああ、そんなキモくないね。あ、毎日1なんだ。1キモさあるね。